テワンティペク地境テワンティペク地境はメキシコに位置する地境でありメキシコ湾から太平洋までの距離が最も短い場所であるテワンティペクの名前はナワトル語でジャガーの丘を意味するテクアニーテペックに由来するテワンティペク地境はメキシコの成型94度から96度の部分に位置する地境の西側にはベラクルス州とオアハカ州東側には タバスコ州とチアパス州がある。メキシコ湾から太平洋までの距離は最も短い場所で2 0 0キロメートルほどである。南シエラマドレ山脈の東端であり、地球の部分は比較的なだらかな地形となっている。テワンティペク地境を横切る。テワンティペク鉄道の最高地点の標高は2 2 4メートルである。地球の北側には沼地と熱帯雨林が広がっている。 これらは、テワンティペク鉄道の建設時に大きな障害となった。1907年に完成した鉄道は、カンペチェ湾側のプエルトメヒコから南に、マティアスロメルを通り、テワンティペク湾の西側のサリナクルスへと続く。セルゲイ・エーゼンシュテインの映画、メキシコ万歳で描かれているのはこの地域である。ありがとうございます。